皆さんこんにちは。徳川美術館チャンネルミュージアムショップ店長の竹内です。特別展お宝の裏中底、通常の展覧会では作品の表や正面が鑑賞できるように展示していますが、実は作品の裏側や内側にも華やかさや面白さ、こだわりが隠れています。今回の展覧会は普段見られない作品の裏中底の魅力を担当学芸員が紹介します。学芸員の薄田です。よろしくお願いします。これは誰の書状でしょうか。時は切れは後深草天皇が自らしたためたとされる書状類の一部です。書状を見ると裏側にうっすらと文字が透けて見えます。何が書かれているんでしょうか。紙の裏にはお経が印刷されています。これは天皇が亡くなってから印刷されました。天皇の一周忌の法要の時に裏側に法華経や阿弥陀経などを印刷して供養をしたと考えられています。書状の裏側に冥福を祈る人々の気持ちが伝わってきます。小ぶりの容器ですが、これは何ですか。御水の天皇の中宮であり、徳川家康の孫にあたる東福門院政子が制作した香合です。香合とは香木などを入れる容器ですが、この容器何でできているか分かりますか。黒く塗られていることから漆の器だと思うので、木材でできているんでしょうか。違うんです。実はこの香合、果物の皮でできています。柑橘類の果物の皮を乾燥させて器を作り、その上に漆を塗って製作しています。珍しい素材の香合ですね。容器の表面にかすかに見える皮の素材の凹凸にもご注目ください。甲冑の各パーツを鑑賞できる今回の展示は面白いですね。これは徳川家康のそばで仕えていた武士が実際に着用していた甲冑です。通常甲冑は兜や胴を組んだ状態で展示しますが、今回は普段見られない箇所が見えるよう展示しています。武具の裏側を見る機会はめったにないので、見どころを教えてください。兜の裏側をご覧ください。兜が直接頭に当たると痛いので、布や革を浅く張って頭と兜の間に空間を作る構造になっています。これを受け張りと言います。重たい兜をかぶっても戦地で動きやすくする工夫が施されているんですね。これは徳川家康が着用した鹿革製の足袋です。実際に家康が履いていたんですか。足袋の裏が汚れていることから実際に家康が着用したとみられます。革は多少縮んでいますが、家康の足のサイズが23センチほどであったことがわかる貴重な品です。ちなみに徳川美術館には家康着用の足袋が合計4足あります。この足袋を家康が履いていたことを想像すると気持ちが高ぶりますね。見どころはどこですか。足袋の内側に一蔵と呼べる人の名前が記されています。足袋を製作した職人の名前と思われます。別の足袋にも職人の名前が記されています。家康の足袋を製作できる職人たちはかなりの腕前なんでしょうね。これは軍船と呼ばれ、戦場で使う扇です。神仏の加護により戦を勝利へと導こうと、軍船には仏教や陰陽道、修験道に由来する絵柄が描かれました。表側に仏の教えを守護する龍が描かれています。裏側に武運の神、八幡神の使いとされる鳩が描かれています。軍船は神の力を信じて勝利をつかむための重要なアイテムなんですね。
一度に両面が見れるのは貴重です。